私の名前はエリ。つい半年前に夫のユータと結婚したばかりの新婚主婦。普段はアパレル店員をしていて、慣れない家事もしながらだけど充実した日々を送っている。あなた、今日も行ってらっしゃい。私は今日はオフだから。ありがとう、行ってくるよ。ゆっくりしてないよ。ありがとう、そうさせてもらうわ。あれ、 LINE 通話だ。ああ、まなみからじゃん。まなみは高校時代からの付き合いで、私の結婚式にも来てくれた仲だ。もしもし、どうしたの？あのね、私今の旦那と別れて、この間結婚式で会ったシンジ君と結婚するかもなんだ。え、どういうこと？てか、まなみも既婚者なのに、それ不倫じゃないの？大丈夫なの？それがさ、向こうから結婚してくれって言われて、アプローチがすごいの。そうなの？そんな感じだったっけ、あの人。アプローチすごいんだよ。私は耳を疑った。シンジ君とやらは旦那の友人で確かにイケメンだ。それに彼はまだ独身。でもなぜ既婚者であるまなみに近づいているのかわからない。うちの旦那なんてほんとガチクスでさ、酒飲んだら暴れるし、パチスロに行きまくるし、この間あっち系のお店も行ってたしさ。ああ、それは前も言ってたよね。まなみの旦那さんは正直私から見てもクズだ。子供がいても夜遅くまで遊びに出かけていたり、そもそも片落ちのワゴン R をドキュン R カーにして夜中のドンキで騒いでる高校生レベル。やっぱりハイスペックな男は最高よ。金払いもいいし。そんでどうすんの？別れてシンジ君と一緒になろっかな。子供のことはまあ後で考えるけど、あんたも普通面な旦那を見切りつけてハイスペック男子捕まえちゃうのよ。何よそれ。それにお金だけが全てじゃないと思うけど。私の旦那まで小バカにするまなみに少しイラッとしたものの、子持ちの人妻をもてあそぶならシンジ君は最低だと思って夫に話した。そういうわけなの。無責任と思わない？確かにそうだな。あいつに言ってみるよ。私は夫に頼んでシンジ君に電話してもらった。もしもし。ああ、ゆうた久しぶり。元気？元気もクソもねえよ。お前まなみちゃんと不倫してんだって？あの子人妻だし、お前何考えてるわけ？本気じゃないなら順番ってもんがあんだろ。はあ？何それ、誰から聞いたの？うちの嫁だよ。結婚式の後からお前ら怪しいって言われてるみたいだし。どうなんだよ、無責任と思わないのか？何それ、意味わからんし。てかお前の嫁が根掘り葉掘りまなみちゃんに聞いたんだろ？お前なんだよその言い方は。てかさ、俺別にまなみちゃんに結婚しようなんて言ってないし、アプローチすごいのは向こうからなんだけど。ああ、つまりどういうことだよ。夫の話によると、シンジ君からではなく、まなみの方から彼に積極的にアプローチをかけていたらしい。つまり話が逆だ。どっちが本当なの？だってあの子から結婚を匂わせてくるから、まあ俺も釣られてそれもいいかもねくらいは言ったかもしんないけどさ。もう意味わかんねえ。とりあえず切るわ。あんましかかんない方がいいぞ。へいへい。ああ、どういうことなのこれ。意味わからんよな。まなみちゃんが今の旦那と別れてあいつと結婚したいって言ってるらしいけど、まああいつ顔もイケメンだし、大手の商社勤務で給料もいいからな。それ狙いってこともありえるわよね。つまりイケメンで高収入なシンジ君をゲットしたくて、まなみは必死になっているのではないだろうか。私はそう感じた。だとしたらかなり必死すぎて怖い。どっちが本当のこと言ってるかわかんないけど、もう関わるの怖いね。だよな、近づかない方がいいかも。そして私とまなみは自然にフェードアウトした。シンジ君には本当のことを伝えるか迷ったけど、結局シンジ君はまなみに本当のことはどうなんだと聞くのかもしれない。なんかさ、結局シンジ君がまなみに聞く感じっぽいけどね。まあいいんじゃね、ほっとこうぜ。結局のところ、風の噂によるとまなみが勝手に舞い上がっていただけのようだった。ストーカー気質のまなみは不倫もバレて家庭が崩壊し、シンジ君にも拒絶されたようだ。私の旦那にまでケチをつけた天罰かな。ああ、不倫はするもんじゃないね。だな、バカみたいだし。ま、本音を言えば、あいつらバカだなとしか思ってないし、まなみはちょっとざまあ見ろと思ってしまったのは内緒だ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。